皆さん、こんにちは。ハセオトークのナレーション担当、セツです。今回はこのチャンネルでよく話している 4K AI 修復について、その仕組みは何なのかを皆さんにご説明いたします。まずこれを実現するためには、エミュレータが必要になりますので、エミュレータが嫌いな方はご遠慮ください。では、本題に入ります。近年、エミュレータの発展により、ゲームの安定性がほぼ確保できました。そして安定性以外、 PC スペックの向上につれグラフィック表現も一段上がりました。しかし 3D 表現が上がってもゲームで使うテキスチャーはそのままで、無理に 4K に伸ばしたらテキスチャーがぼんやりになってしまいます。これを考慮してエミュレータの開発者たちが考えた方法はテキスチャーの入れ替えです。エミュレータがゲームのテキスチャーを処理するとき、テキスチャーをグラフィックボードの VRAM に一時的にストックします。この仕組みを利用して開発者はエミュレータに VRAM からテキスチャーを抽出する機能を加えました。これでプレイヤーたちはゲームで使用しているテキスチャーをゲットできるようになりました。そしてエミュレータの開発者はさらにテキスチャーパスを指定する機能をつけて、この2つの仕組みでテキスチャーの入れ替えることができました。プレイヤーたちはまずゲームからテキスチャーをゲットして、それから自分なりに修正や AI で画像を拡大して、HD 高画質を実現できました。 3D ゲームでの効果がやや見えにくいかもしれませんが、 2D ゲームでは凄まじい効果が見られます。今はすでに数十種類のレトロゲームが高画質されました。でもこの高画質化の作業はとても重く、最高1ゲームだけで数十万枚のテキスチャーを修復しなければなりません。ですからこの作業を成し遂げるには相当な情熱が必要です。それと作られたテキスチャーは一部はすでにネットで配布されて、皆さんも一緒に堪能できるようになりましたが、ハセオは今はテキスチャーを配布する予定はまだありません。なぜならテキスチャーの無断配布は法律違反の恐れがあるからです。ノーギャラでしかも掴まれるリスクを背負うのはみんなまずしないでしょう。今まで高画質をしてきたファンたちもそのせいで次々と姿を消してしまいました。ハセオくんもいつか高画質化をやめるでしょう。モチベーションをキープするには視聴者の応援が必要です。チャンネル登録よろしくお願いします。今まで作ったテキスチャーは一旦ストックして、今後どうしようかまた考えます。次にコンテキスチャーの入れ替えができるエミュレータを紹介します。まずはプレステーションのエミュレータ、ビートル HW。 次にプレステーション2のエミュレータ、PCSX2。 ゲームキューブ、Wii のエミュレータ、ドルフィン。 PSP のエミュレータ、TPSSPP。 3DS のエミュレータ、シトラ。今後さらに増えると思いますが、今はこの5つです。興味ある方はどうぞ試してみてください。では紹介はここまでです。このビデオはまだ試作品ですので、ご意見ある方は下にメッセージを残してください。では、ハセオトークの節です。また次のテーマでお会いしましょう。